地震や水害などの災害が相次ぐ中、金沢少年鑑別所は金沢市などと協定を結び、災害時に施設の一部を避難所として開放することを申し合わせました。金沢少年鑑別所は家庭裁判所で審判を受ける前の少年を収容する施設です。公認心理師などの資格を持つ心理技官が非行に走った原因を分析し、必要な支援策を検討する鑑別などを行っています。施設の特徴を生かし、金沢少年鑑別所は金沢市や小達の効果自主防災会と災害時の協力に関する協定を結びました。具体的には、災害が発生した際、心理的な面から配慮を必要とする市民に対し、施設を避難所として開放するほか、心理技官がカウンセリングなどに当たります。精神的には大きな不安を抱いたり、この先どうなるかというような不安もあるというように思います。また、集団で生活しなければならないようなところがもしできたとすれば、そういったところも不安が出てくると思います。その中で、少年鑑別所さんが持っているスキルを生かして、そこのケアをしていただくというのは非常に大きな意味があると。金沢少年鑑別所では、施設に備わっている浄水装置や簡易トイレなどの備品も災害時に提供していく方針です。